どうも、エルコンです。この動画シリーズではバージョン 6.5 後期で強化された注目の仲間モンスターについて個別解説を行います。第5弾はキラーマシンです。キラーマシンはドラクエ2で初登場して以降、本編や外伝シリーズで幅広く活躍しており、ドラクエ作品の中でも屈指の人気を誇るモンスターです。どのシリーズでも強敵として登場するキラーマシンですが、人気の秘密はその強さと見た目のかっこよさでしょうか。メカを描かせたら右に出る者はいないと言われる鳥山明先生によるこの秀逸なデザインにグッと来ない男子はいないと思います。ファンタジー世界にロボットがこれだけ自然に溶け込んでいるってすごいですよね。またキラーマシンの強さに関わる特徴としては、なんといっても2回連続行動が挙げられます。この連続行動はシリーズを通してキラーマシンの象徴的な戦闘スタイルとなっており、ドラクエ10オンラインの仲間モンスターとしてもこの仕様がしっかりと再現されています。具体的には固有のスキルラインの中にある時々2回行動のスキルを両方取得することによって、 CT スキルを除く全ての攻撃を2回連続で実行するようになります。加えて2回連続攻撃との相性がいい単モーションスキルとして神魔ヒャド斬りという優秀なスキルを持っているため、その性能をフルに発揮することが可能です。過去にこちらのチャンネルでもそんなキラーマシンの強さを紹介して大きな反響をいただきましたが、今回のアップデートでどのような強化をもらっているのでしょうか。早速キラーマシンの強化要素をチェックしていきましょう。スキルには全体的にダメージアップの調整が入っています。ただしキラーマシンは連続攻撃を考慮してか、もともとのスキルのダメージ倍率が低めに設定されています。今回ダメージアップの調整が入ったスキルも大きく威力が伸びているわけではありません。よってアップデート後もキラーマシンの最大打点である神魔ヒャド斬りが主軸となりそうです。神魔ヒャド斬りの倍率は 2.6 倍とやや物足りない印象ですが、連続攻撃を含めると合計 5.2 倍の2段攻撃スキルと考えることができます。これだけの倍率があれば単体アタッカーとして十分に機能します。その神魔ヒャド斬りに関してはダメージアップこそなかったものの、ダメージ上限が1000ポイント引き上げられました。これまではテンションや属性ダウンなどダメージ増強効果が絡むと簡単に上限に引っかかって超過分が無駄になっていたので、これは嬉しい強化ですね。続いて拡張スキルの内容を確認していきます。フェンサーフォーム3には攻撃時 10% で攻撃力プラス30、最大 HP プラス30、力プラス20と順当に性能を伸ばすスキルが追加されています。アームズがジェット3には会心率プラス 2%、 力プラス20、会心ダメージプラス100と会心に絡んだ強化スキルが入りました。神魔ヒャド斬りの会心率は1/2の加工補正が入るので、会心率 2% アップは実質 1% アップということになります。最後に両手剣スキルには行動時 10% で倍使用、武器ガード率プラス 3%、 攻撃力プラス50が入っています。コマンド間隔短縮や属性ダメージアップなど目立った拡張スキルがあるわけではないですが、攻撃力と耐久力を素直に伸ばす無駄のないスキル構成だと思います。そしてキラーマシンの今回最大の強化要素として神魔ヒャド斬りに絡む行動 AI の改善があります。これまでのキラーマシンは使用するスキルを神魔ヒャド斬りだけにしたとしても、時折通常攻撃を混ぜてしまい、神魔ヒャド斬りだけを連続で使用させることができませんでした。しかし今回からは使用スキルを神魔ヒャド斬りだけに設定して作戦をガンガンにすると、ひたすら神魔ヒャド斬りを連発してくれるようになっています。この行動 AI の最適化により無駄な行動が一切なくなり、従来のキラーマシンと比べて大幅に火力を上げているのです。ということで今回も神魔ヒャド斬りを主軸とした単体攻撃特化のキラーマシンを育成していきたいと思いますが、単体攻撃ならより倍率の高い渾身斬りでいいのでは
と思われる方もいるかもしれませんので、シンマヒャド斬りと渾身斬りの違いを説明しておきます。モンスターが使用する渾身斬りの倍率は通常攻撃の 2.5 倍から 3.0 倍となっています。ここにスキルによる威力強化が乗るので、実質的な倍率は 2.8 倍から 3.3 倍となり、平均 3.05 倍の単体攻撃スキルということになります。確かに 2.6 倍のシンマヒャド斬りに比べると単純な威力はかなり上です。しかし渾身斬りには準備時間が長いという致命的な弱点があります。準備時間とは、プレイヤーが操作している時にコマンドを選択してからスキルの使用をキャンセルすることができる猶予時間のことで、言い換えればスキルの使用が確定するまでにかかる時間となります。そしてこの準備時間中にはターンゲージがたまらないという特徴があります。シンマヒャド斬りの準備時間が0秒なのに対して、渾身斬りは準備時間が 1.5 秒になります。つまり渾身斬りを1回使うたびに、シンマヒャド斬りに対してターンゲージのたまりが 1.5 秒遅くなるということになります。また準備時間は連続攻撃の2回目に対しても1回目と同様に発生します。ということは、シンマヒャド斬りではなく渾身斬りを主軸とした場合は、ターンの回りが1ターンごとに3秒遅れるということになります。いくら倍率が高くても準備時間が長い渾身斬りは、連続攻撃を得意とするキラーマシンの性能とはミスマッチなのです。逆に言えば、準備時間ゼロのシンマヒャド斬りこそがキラーマシンの連続攻撃性能を最大限引き出せる攻撃スキルということです。ということで、シンマヒャド斬り特化型キラーマシンのスキルと装備構成を考えていきます。追加スキルは、連続攻撃の発生率を 100% にするために必要なマシンソウルは確定です。残り1つの選択スキルには、攻撃力を高める両手剣の極意か、行動感覚を早める素早さアップを選びます。例によって好みで選んでもらっていい範疇ですが、個人的なおすすめは素早さアップです。キラーマシンは行動時 ○% で○○という効果を複数持つので、行動回数が多いほど有利な効果を引きやすい点と、上限が引き上げられたとはいえ、レボルスライサーやテンション属性ダウンなどのダメージ増強効果により2999の上限に引っかかることも多いので、攻撃力を高めてダメージ増強中のロスを増やすよりも、素早さを高めてダメージ増強中の行動回数を稼ぐ方が効率的だと考えているからです。よって今回は素早さアップを選択したパターンを紹介します。続いてスキルポイントの配分ですが、フェンサーフォーム60ポイント、アームズがジェット60ポイント、両手剣スキル32ポイント、マシンソウル43ポイント、素早さアップ32ポイント、余りが2としています。素早さアップ40ポイントの2回行動は、キラーマシンには不要なので、取らないように注意してください。使用するスキルは、基本的には、シンマヒャド斬り1本に限定します。戦う相手によっては、味方にスクルトとマジックバリアを付与する防御バリアや、敵の守備力を下げるマイクロブラスターをオンにしてもいいと思います。自身にバイキルトと会心率アップの効果をかけるロックオンは、バイキルトがすでにかかっている状態でも会心率アップがないと使ってしまうので、オフを推奨します。キラーマシンは行動時にガンガンバイキルトがかかるので、最悪バイキルトがないパーティーでも運用が可能です。続いて武器と防具ですが、セーラスブレードと炎の鎧の組み合わせを強くお勧めします。それぞれ 5% でテンションアップの効果を持っており、これらを組み合わせることにより攻撃のたびに 10% の確率でテンションがアップします。しかもこの判定は連続攻撃の2回目でも発生します。まさにキラーマシンにとって理想的な組み合わせの装備と言えるでしょう。アクセサリーについては、仲間モンスターのセオリー通り攻撃と素早さを強化する構成にします。この装備とスキルの構成で、攻撃時に 10% でテンションアップ、 10.5% でターン消費なし、 10% でバイキルトと会心率アップ、 10% で攻撃力プラス30、 12% でバイシオンがかかるようになります。繰り返しますが、これらの効果は連続攻撃の2回目にも判定があります。キラーマシンは素早さに振って行動回数を稼いだ方が強いとしている理由を分かっていただけるかと思います。ちなみにバイキルト更新が過剰気味なので、アクセサリーの指輪枠を断罪の指輪に変更して
氷ダメージを伸ばすのもありです。もちろんベルト枠には系統ダメージよりも属性ダメージアップを優先的に採用しましょう。以上で新マヒャド斬り特化の最新型キラーマシンが完成です。それではキラーマシンの実践テストも兼ねておすすめの使い方を2つ紹介します。まずは周到罰です。使用スキルを新マヒャド斬りだけに絞っているので範囲攻撃でうっかり敵を全滅させる心配がなく、きっちり1ターンに1体ずつ倒してくれるので非常に獲物呼びが回しやすいです。サポートの旅芸人が敵を全滅させないように作戦を俺に任せろにしておきます。キラーマシンの作戦はガンガン行こうぜで問題ありません。それでは実際にエルまで12体を呼んで倒してみます。キラーマシンが次に狙っている敵を見極めて狙われていない方の敵を呼ぶのがポイントです。キラーマシンの視線に注意して獲物呼びのターゲットを決めましょう。キラーマシンの連続攻撃は1回目でターゲットにした敵を倒してしまった場合、2回目の攻撃はキャンセルされるので、今みたいに獲物呼びのターゲットを間違えてしまった場合でも呼び直す猶予があります。この確実に格好撃破してくれる性能が周到罰では非常に便利で、アプデ前から愛用しています。無事にエルまで呼べたので、あとは範囲攻撃で締めて終了です。続いてはバージョン 6.5 後期で強化された根持ちの武闘家との組み合わせです。氷結乱撃で敵の氷耐性を下げて新マヒャド斬りの威力を強化する作戦です。敵はこちらも後期から追加されてなかなか強いと噂されている黄昏の総戦記の第二劇場です。早速キラーマシンと武闘家が敵に襲いかかります。まずは氷耐性ダウンを入れたいですが、最初の敵は属性ダウンへの耐性が強いようです。ようやく氷耐性がダウンしました。ここからが本領発揮です。2500前後の新マヒャド斬りを休むことなく連発しています。これは強い。時々入る新マヒャド斬りのスタン効果もいい感じです。再び氷耐性がダウン。恐怖のマヒャド斬りタイムのスタートです。ヒット&アウェイでマヒャド斬りを叩き込む高度な戦い方をしていますね。豪雪氷結乱撃は通常の氷結乱撃よりも氷耐性ダウンの倍率が大きいです。新マヒャド斬りとのシナジーがさらに大きくなるので積極的に使っていきます。ここで旅芸人のレボルスライサーが炸裂。ダメージ増強効果により毎ターン6000近いダメージを叩き出す化け物が誕生します。レボルスライサーの効果が終了しましたが、効果時間の20秒で合計7回新マヒャド斬りを当てていました。素早さアップスキルを選んだ強みが出ています。さて、いよいよラスボスのお出ましです。豪雪氷結乱撃で氷耐性の大ダウンを狙います。再び
毎ターン6戦近く削る核変モードに突入。セイラスブレードと炎の鎧によるテンションアップもいい感じに発動しています。そしてレボルと氷耐性ダウンのダブルかけでカンストダメージ連発モードへ。ノンストップで躍動するキラーマシンをもう見ているだけで楽しいです。ということで、新型キラーマシンの紹介でした。無駄な行動を一切取らずに一定のペースで淡々と効率よく敵を切り刻み続ける姿はまさにキラーマシンの名にふさわしい狂気を体現しています。特に最後に紹介した昆布と丘とのコンビネーションはかなりのポテンシャルを感じました。皆さんも新型キラーマシンをぜひ試してみてください。このチャンネルでは引き続き評価された仲間モンスターの考察と紹介を行っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また見てね。